まあ、安倍首相、なんで何も語らないのかっていう話したいんですけどはど、い、まあ今日の感染者数が266ですか、投稿は、本当、毎日のようにその、はい、新規感染者数聞きながら、まあ、ちょっとそれを不安に思いながら、うん、それでもね、こうやってみんな仕事したり、いろいろ家事されたりっていう日々、続いてますけど、んなんでこれ、不安に思うかって言ったら、その大きな理由の一つに、この政治家の顔が見えないというかね、まあうん、もっと言えば総理大臣の顔が見えないっていうところがあって、2>, うんうん、2週間前にここでお話したときには、ちょうどその国とと がやりあってて、はいね、あの菅さんがこれは東京問題だっていうことを言ったら小池さんがいや国の問題じゃないですかっていう話をしてた時期だったんですけど、うん、まあでも、それ一番の問題は、まあ、両方ともそれ国民をないがしろにしているっていう話をここでしたんですけれどもとにかく一番の問題は安倍さんが表に出てこないとでこれ、今日オープニングで、ね、BBC のキャスターがボリス・ジョンソンさんにまあかなり突っ込んだインタビューをしてたっていうことをお話しされてましたけれども。うんはい まあ、ああいった場面に必ずで出てこないわけですよね、うん、で記者会見開かないで、うんまあ、先週24日にぶら下がり会見開きましたけど、まあ、会見とかぶら下がりに応じたんですけど、2> うん、約2分間ということで、うん、まあ一方的に話すだけで立ち去っちゃって、あの人、特にその次の質問を受けないために、うん、この自分が言い終えるかどうかっていうタイミングで、もう、厳しす回収に。 ささっと立ち去るというあの反射神経ってなかなかだなと思うんですけどまあでもこのずっとこの官邸の出入りの時に、まあ、記事の記者の質問に軽く答えるのみでであとはもう西村経産大臣とか菅さんが毎日のようにやってるんでっていう言い方をするんですけれども もう最後に記者会見開いたのは、この通常国会終わった6月17日の翌日の18日なんで、もう1か月以上も前なんですよね、うん。この時期にっていう感じだよね、国会も開いてないし。で,ね、で、その18日の会見で何を言ってたかって、やっぱり振り返る必要があると思うんですけど、うんはい、あの時にまあ冒頭で河井夫妻が逮捕されたことっていうのを、自分の,あの名前を出さずに、ですね、うんうん、我が党所属であった国会議員が逮捕されたことは遺憾だ。って、うん まあ例の,その責任を痛感しているという、毎度の責任痛感芸を披露したんですけど、それで、その後に新型コロナウイルスのまあ対応を、ある種こう自我自賛しながら、これ、経済回復に取り組んでいる中で、世界の中で今、我が国のクラスター対策に注目が集まってますなんて言い方をしたんですよね、そしたら、その記者会見の話がいつの間にか憲法改正の話になって。 緊急事態条項を含むうんぬんかんぬんということで、そこで持論をまた述べたということなんですけれども、その際に、会見の論議の流れの中で、安倍さんが今、目の前にある課題を決して先送りすることなく解決していくと、これが政治家の責任ですという言葉を言ったと、これが皆さん、多くの人突っ込んだですよね、先送りすることなく解決すべきことはほにたくさんあるだろうということで、その時期にも、 まあ、いわゆる持続化給付金の中抜きの疑惑であるとか、はい、GoTo キャンペーン、まあ、今、問題になってますけどその時には高額の委託費が問題になったり、うん、あるいは10兆円の予備費どうするんだとか、うん、あ,あとあ森友学園の問題もそうだし辺野古の工事もそうだし、うん、検察庁法改正の経緯もそうだし、うん、あるいは桜を見る会とかイージス・アッシュはどうなってんだっていうことを言われてたんだけども、うん、そこに加えて今ではやっぱり豪雨災害の対応であるとか、うん あるいはまあその新型コロナの中でもまあ在日米軍での基地のね感染拡大どうなっているんだろう,そ,う、ね、そのあたりの追及弱いんじゃないかとか、うん、そして GoTo トラベルキャンペーンの混迷もいいところだというところでたくさん聞くべきことがあるんですけれどもまあこの24日のぶら下がり会見で安倍さんがなっていったかというとこのまあい最近の口癖で,ですねまあ高い緊張感を持って注視していると。専門家が話しているように 前回とは状況が異なって、今、再び緊急事態宣言を出す状況にはないと考えていると、うん、で検査能力にはま,ずまだ余裕があるのでっていうような言い方をしながら、国民の皆さんには、3つの密を回避しろと、あるいは大声を出しての行動をやめてくださいと、感染予防する行動を徹底してくださいということを言うと、本当にどっかにこうなんかスイッチがあるんじゃないかっていうぐらい、同じようなことをずっと述べ連られてるっていう状況が続いてるんですよね。 あのこの番組に岡田晴恵さんがいらしたときにね、290、えー、何人ですかっていう話をしたときに、まだこれで済んでるんですっておっしゃってましたからね。そういう意外になるのかもしれないですけどね<ー>で、実際、実はですね、このほぼ沈黙してるという1ヶ月の間に、あるメディアのロングインタビューに答えていて、はい、まあそれがですね、まあ、月刊花田という、ですね、うん、ま非常に首相に対して非常に神話的な。 論調を続けてきた雑誌に、安倍晋三総理、闘争宣言というインタビューが載ってまして、うん、これ、7月上旬にインタビューしたわけなんですけれども、うん、このインタビューを読むとです、ねまあ、いろんなことをご自身で肯定されてらして、うん、星野源とのコラボ動画もです、ね、うん、若者の皆さんに届くメッセージを出したいとの思いだったっていうふうに言って、うん あの映像は若い皆さんが家にいていただくことが重要だったということを位置づけして、布マスクについてもですね急増したマスク需要を抑制につながったという話をして、その他、いろんな対応を自分で評価してるんですけど、このインタビューの最後はね、こういうふうに締めくくられるんですね、これ、ほとんど表に出てこない説明をしないインタビュー、首相のインタビューの最後なんですけど、読みますけれども、私は金がね、政治家は戦う政治家か、戦わない政治家に分けられる。 戦う政治家たると言ってきましたさまざまな課題に対して正面に立てば向かい風を受けますがそれを厭わず立ち向かって結果を出していくもし戦う気力を失ったら自らその任を辞さなければならないと常に思っています、うん、私の気力はみじんも衰えていません諸課題に対してこれからも政治家として結果を出していきたいというふうに思いますと、まあ、とやかく言ってないで記者会見開けっていうふうな感じもするんですけれども。<laughs> <laughs> まあでもこ,のこの意識というのは何なんだろうかと、つまり向かい風、正面に立てば向かい風を受けるという状況というのとは、これ、誰がどう考えても明らかに離れている状況だと思うんですけれども、それは自己認識が本当にそうなのか、あるいはちょっと引け目があるんだけども、こういう場合にそういう言葉をただ並べているだけなのか、まあ、いずれにせよ非常に問題だと思うんですよね。なんか本当にその ななんていうのかな、うん、校長先生がもう職員室だけで元気っていうか、うん、部長が部室だけで元気みたいな感じで、うんうん、本来、これみんなに向かって言葉を吐かなければいけない人が、うん、ちょっと身内向けだけに、まあ、動き過ぎてるんじゃないかなというふうに思うんですよねあのあれですよね、この今この、ま、この市民たちはまた先状態になってるわけね。そうですねあの、うん 自粛するのか、うちにいるのか、あのうん、旅行に行くのか、どっちなんだ、みたいな、うん、まあ今、それだけじゃなくて、もう一つ逆そえようとしてるんだけど、うん、その時に、やっぱ国はこういう方向で行きますというのと、えーうん、医療関係に関しては、こういう状態になってますと。うん、も俺たち一番、なんか PCR 検査でも抗体検査でもいいんだけど、うん なんで増えていかないのかと。うん、もっとね、ねよその国はもう1日15万件とか言ってるのに、こう、6000件前後でこう推移してるわけでしょ、うん、それでもう分母分からずに、こう前に突き進んで、GoTo キャンペーンだって言われて、あちこちでクラスターが起こったら、これは誰のせいになるのかと。 やっぱりそれをなんか個人の責任に転化した雰囲気ありますよね、だから安倍さん、何う指針を出してくれれば、その指針に対して違うと思いますよ、賛成しますよっていうふうに言えるんだけど、今、何も指針がないので、こういったメディアとか個人とかが、ある種一人一人がジャーナリストのようになって、こういう情報あるらしいよ、こういう情報あるらしいよ で、そこで、いや、おそれは違うでしょっていう,うに変に喧嘩なんかしちゃうんだけれど。それで、自分がこれを選ぶまでね。そうですよね。言わなくちゃいけなくなってるよね。うん、これを選ぶ。あなたその情報を選んでそっちに行って、もしかかったならば、あ,うん、あなたのせいですよっていうふうになるけれど、うんそ,ね、それはおかしいな話なんですよね。<ー>指針がないからそういうふうになってるわけで。で、その指針がない中で何が出てくるかって言ったら、 昨日、ワーケーションというのがなワークとバケーションを一緒にやるというなかなか難しいことになってきましたてね俺なんでそんないい加減な言葉をはって言ったけどでも実際にこれ、アメリカであったらしいね、このワー何年か前からいわゆる労働市場にあってたようなんですけどそれはアメリカの造語だけどね理想的な仕事環境をどういうふうに作るかという中でそういうのがで、例えば自分がフリーランスなんでどっかに行ってパソコン一つで仕事できる仕事だからまだできるかもしれないけれど。 こういう状況なんで、ワーケーションよろしくって言って、それなかなかできるもんでもないわけですよね。で、れそれにはいろんな準備が必要なのね。これは誰が言って菅さんが。菅いた,たんですよね。でもさ、これ、菅さんの判断で喋ったってことですね。そうですね。ね ま、池池。西村さんは西村さんで。七7割、うん。割、リモートにしてくださいっていはい。言ってどこで働いてるかわかんないで池池 CEO さんが呟いてますけど、ワーケーション、コンプライアンスとかセキュリティとかいろいろ足かせがあって、そんなに簡単に旅先では仕事できないです。政府は現場をもっと認識した上で発言してほしい。改めていい加減なんだなと感じますと、おっしゃってるんですけど。このようなフリーラン、フリーライターで仕事してても、例えばじゃあ温泉で仕事してやろうと思っても、あ プリンターがないとかねあのなんか w i フ f i があんまり飛んでなかったとか、うんうん、こうやって原稿を書いて送るだけの仕事でもなかなかワーケーションって難しいわけなんですけど <laughs> もっと、ま、もしは俺は酒飲めないけど、えー、もしあったとしても温泉と酒があって、うん、ねあのまあそれ以外のこともあるだろうけども一体どこで仕事をするんだとそうですね酒<の>、うん、飲んで仕事するのそれとも酒飲まずに仕事をずっと先にするの そんなこと言ったら多分勝手にしろって言われますけどいやでもさルールワーケーションって言うんならそこまで、ね、そこまで。そ そこまで言ってよって気もしないと、ね。マッ,いいね、マッサージのタイミングでやる。マッサージのタイミングがわかんないよね。ねあ<の>そうですね。ね。武田さてさんは、本のわかりやすさの罪の中にも入ってますけど、<laughs> 違う認識を持っている人たちが、議論したり対話をしていかないと、うん、物事って次に進んでいかないじゃないですか。うん、そうですね。で安倍さんは、その医療状況は逼迫してないっていう一方で、うん、東京都のそのアドバイザーであるお医者さんは、うん、いや、これから大変な状況になるって言ってて、うん、それを双方で意見の違う人が、議論を戦わせる場がない。 本当かどうか検証もできないし、責任も取らないし、うんあの、議論が進んでいかないしっていう、やっぱり国会をやるなり、うん、記者会見やるなりしてほしいです、ね、そうですね、どんなに例えば支持率が高い総理大臣がいたとしても、何かしら議論するというか、誰かと喧嘩するっていう状況っていうのは、必ず生まれるわけですよね、100%そのやってることに賛同するなんてことはないわけなんで、だから首相っていう立場は、どんな,どんな人であっても、必ず誰かと、 献金が、この議論するっていうのが、これ、立場上、それが通常運転じゃなきゃいけないんですけど、安倍さん、やっぱりさっき言ったように、本当にすぐ体を動かして帰っちゃうっていうようなところから考えると、特に本当にその問われて答えるっていうことが、 非常にまあ苦手なのはわかるんですけど、苦手じゃ済まされないですよ。今こういう状態でいろんな問いかけが生まれている中で答えない。うんうん、で、まあね、メディアに出るにしても自分を気持ちよくしてくれるメディアしか出ないっていうことですもんね。うんうん、とこれでも今がこのコロナ禍の中で、うん、もう経済のことを考えても今から8月9月が どんどん大変になっていこうとしてる時期でしょで、ねうん、ここでしゃべるの？林さんじゃないけど、うん、出てくんの？今でしょ。今でしょ。<laughs> 今でしょ, <laughs> <laughs> でしょっていう感じになると思うんだけどね。うん